はいえー、ということで、あのー、弥生寺にそっくりな方をなんか決める、なんかあれがあったらしいということで、えー、それがなんか鳥取県の、まあ、とある遺跡から、まあ、見つかったあ、まあ、まあ、まあ、発掘された、まあ、骨というかですね、えー、まあ、骨格とかで、まあ、そこから、まあ、指示による再現、 でえーまあ、どんな顔立ちだったのかについて、えーまあ、ちょっと再現したものがあったということで、まあ、そこからなんかですねそれなんかそっくりな方がいるんじゃないかということで日本全国から、えー、何かこう集めた中から10人、まあ、に絞って、まあ、最終的には1人になるということになるわけなんですけども あのまずこのなんでしょうかね、この弥生人というかですね、特徴的なものという方ですね、それについてと、今回発掘されたまあちょっと遺跡についてもちょこっと説明させていただこうかなと思います。あの今回発掘されたのがですね、鳥取県はえ青谷上地,地遺跡ということでね。 えー、ちょっと言いづらいんですけども、えー、鳥取県鳥取市青山町青山にあります弥生時代の集落遺跡、えー、国道、えー、青山宇合道路及び鳥取県道274号、青山停車場 えー、井手田線の、えー、建設に伴いまして1998年から、えー、3年3ヶ月にの期間にわたりましてこの2項目の面積で、えー、約5万5000平方メートルが発掘調査を行われてきました典型的な、えー、停止地遺跡での、えー、弥生人の脳をはじめとする多彩な遺物が、えー、出土されたことから、まあ、弥生の地下博物館とも呼ばれてますね えー、この遺物の中にはですけども、まあ、土器、えー、鉄器、清土器、木器、石器そして、えーえー、骨格器といわれている、まあ、多彩なものも発掘されております。遺、え、構、ー、で、ねえー、目につくのは杉の板材を用いた護岸節ということでこの遺跡の南東部で建設された弥生時代中期後半の護岸節には えー、長さ2 6 0トル幅7 0トルの巨大な板を、えー、数枚立て並べた上で、えー、杭で固定していたということです、えー、後期になると地形の高い範囲を取り込むように、えーまあ、溝がこう巡らされていましたけども、えー、ここには焼いた列を幾重にも打ち込んでいたということです、えー、こうした護岸施設の中には建築部材を転用したものが含まれているということになりますね で、ここで発掘された、まあ、骨格から、まあ、再現したのが、この青谷弥生人ということで、これで全国からこう何人かがこう発表されたということでね、えー、まあ鳥取県の平井知事がですね、やっぱ青谷上,上次郎ということでね、 えー、ちょっとよくわかんないんですけども中10人が、えー、入賞されたということで、えー、これが鳥取県と国立科学博物館が共同でこう行われていたもので、えー、この上地地遺跡から発掘された頭蓋骨から、えー、顔の形を復元したものということでなんとこれで全国から215人の応募が集まったというわけですね。 でこの中から AI による審査で20人、さらに、えーまあ、人による審査で10人に絞られたということでございまして、えー、その中からさらに、ね、誰が一番そっくりなのかについてまた今度、ね、やっていくんだということでね、鳥取県民というかですね、鳥取にとってはまたなんか一つ、ねえー、イベントというか、ですね中が、えー、行われているということでね。 えー、とある巷ではね、えー、J リーガーにね、えーに、なんかいそうな感じがね、えー、するとかっていうことでね、えー、なんか髪型までね、えー、こうしっかりこう再現されておりまして、まあ、なんとなくですけども、えーまあ、そんな感じの人っていうのがね、結構なんかいるんじゃないかっていうところでね。はい、ということでね、えー、まあ、ちょっとしたね、コミットしたね、 ネタではございましたけど、まあ、あの弥生時代をね今ちょうど特集している、まあ、解説している中で、まあ、こういったニュースがね、えー、急に飛び込んできたということで、まあ、これは説明しなきゃい,けいかんだろうということで、まあ、ちょっと説明させていただいたわけですけどね、えー、弥生時の脳がここで見つかるというのもねなかなかねあまり聞いたことがないんですけども、まあ、こういったものがね、えー、発掘されているというね、えー、そんな 世界でも結構こう稀な遺跡なのかなと思います。ということで、えー、今回の動画はまあ一応以上ではございますけどね、えー、本日は最後まで皆さんもご視聴していただきありがとうございました。またぜひですね、えー、次回の動画にまた、えー、ご視聴していただければなというふうに、えー、思います。あてか、あれですよね、えー、こう人骨の中で、ねえー、脳までが見つかるっていうのはこうなかなかないことなんですよね。 えー、まあ、よくなんでしょうかね、えー、あのー、残っていったなという感じかなとは思いますということで本日は最後まで皆様ご視聴ありがとうございました是非また次回の動画で、えー、またお会いできればなと思います、えー、イダジョ時代の特集に関しては次回がですね、まあ、最後ということでお話しさせていただいたと思っていますので、まあ あのこの中に特別編を、ねえー、盛り込むというのはね、まあ、ちょっとあの最終回だと言っていた中ではちょっとね、えー、なんか矛盾しているような感じはするんですけども、えー、一応この数字上ではですね、えー、今回の特別編、数字上では来、えー、次が最終回ということには一応なりますので、ぜ、ま、ひ、あ、その、 えー、その屋根時代を特集させていただいた、えー、頃も、えーまあ、やっと10段で、えーまあ、区切りよくお会いしそうな感じがしますので、えーまあ、過去の回もですね、えー、ぜひ参照にしていただきましてまた旧石器時代や縄文時代はね、えー、取り扱わせてもいただいております、えーまあ、何かと、ね、説明にねちょっと至らないという節もね当然ございますけども えー、ただといってもあのいたあの資料というかですね、まあ、ちょっと物が少なくてですね、まあ、どこまでがね、えー、あれなのかということがちょっと分かっていないんですね、まあ、時代をね、えー、こう追い過ぎていくとね、えー、残っているものっていうのがなかなか少なくてですね、えー、これは死の資料とかって読み込んでいったとしてもなかなかね分からない部分っていうのはね結構あるんですよねで日本でまあ分かっていることっていうことで、まあ、はっきり えー、分かっているところ資料で残っているのは明治時代までなんだそうですね確実にね登れるとするとね。で江戸時代とかにつきましても、えー、前期に関する資料っていうのは結構少なかったりするものでして、まあ、例えばこのお城は誰が建てたのかっていうところで、ね、見ていくと全く不明な方がこう多いんですよね。 また、江戸時代から伝わるこの言い伝えというのも結構、ね、諸説こうあったりしますので、まあ、結果的に言うと、ね、誰が伝えたのかということも、ね、これ全くの、ねえー、ところ不明だったりこうするわけですよね。 まあ、歴史はね、えー、こういった感じでね、えー、ちょっとまた面白いね、えー、ところがこう、ぜひありますので、ぜひ、興味が甘いた方はぜひね、えー、まあ、過去の動画をこう、遡っていただいて、まあ、今回の動画も、えー、そして次回の動画もぜひ、ご視聴していただけるように、えー、登録の方を済ませてい,いただき、ますと、えー、非常にこう、見やすいんじゃないかなとは、個人的には思います。ということで、本日は長々とね、えー、話させていただきましたけど、ご視聴ありがとうございました。次回の動画で、またお会いしましょう。それでは失礼します。